ドンピシャ。ほらみんなを信じてる俺。おれ恐ろしい世の中になって。俺でもわかる、うん、What's up, YouTube? 先日ウェンバンヤマがキャリアハイの50点を取ったということで、 NBA 史上4番目の若さで50点達成ということで、さすが千年に一人の逸材だよ AK 橋本環奈。前半だけで24点だ。50得点6リバウンド3ブロック。意外とリバウンドは少ない。スリーポイントがね8本決めてね。でシュートの成功率は29分の18。すげえな。20歳と314日で50得点に到達した NBA 史上最年少のセンター。はい、ということでこれやっていきたいと思います。ゲームならもっと余裕だろ。時間は8分なんですけど、ゲームでも全然余裕で取れると思いますね。もちろん俺が操作します。当たり前だお前、ダメんじゃねえ。俺が買ったんだこのゲーム。いやほんとすげえよな、ケンビーさんよ。2メートル80ぐらいあるように見えるもんね、正直。ジャンプボールは絶対負けません。ジャンプ曲げんのかいちょっとフラグじゃないから。でもアレックスさんも結構でかいよね。あべ、アレックスさん反応しちゃう、しなかった。そうだ、アレックスさんも電源来たんだうるせえからよ。ゴーゴーゴー。はい、もういけちゃいます。すごくない？いいのこれ。ずるい。お前ふざけんなよ。意味ねえじゃねえかよ。ウェンビーしっかりしてくれよ。さあクリップコントロールしてくれ。どう思ってんのこれ、早くしてよ。そう、普通にもやろちゃんと。そう、そこは大事。すごい戦いだ、あそこは。OKOKOK。 これさ、いけちゃうんだよ。これで全部いけちゃうの。あ、いけなかった。はい、抜いた。やばいこれマジで、何十点でも取れちゃう多分。今作初めてウェンビー使う。あ、すいません。ちょっとこれチーターだわ。全員ウェンビー VS 全員ヤニスいけんじゃないか。世代交代だもん完全に。こっちじゃなかった。打ちます、打ちます。もう一回ちょうだい。でここでフェードすんじゃん。フェードにすることによって、おみしゃでやられました。すいませんでした。うまい。ウェンビーのアイソレーション指示出たよ。あ、打てたな。あっまだちょっとおぼつかないのか。絶対ブロックする。もうブロックする気も、ああいらないそれ。なんか久々にクイックマッチやったわ。なんか誰かがキャリアハイとか更新するとクイックマッチやるよな俺。これチェック入ってない。あっ、船入りそうだなあいつ。ビビドバビディブだ。スーケーさんどうなってんですかこれ。なんで、あ、出てきた。いっちゃう、もう全部いっちゃう。もうこうこうで、もうこうでいいの。ちょっとスタッツを稼いでいく。ぶら下がっていく。あ、ぶら下がれなかった。でかすぎるだろマジで。うわかわいそう。これリバウンド6だっけ、あの試合。無理だよ。40ぐらい取っちゃうんじゃないかこれ。どうやって逆に6本しか取らなかったの。ずっと外にいたんか。おう、全部これで入れちゃう。チーターだもん。何、ああ、ファウルか。つっかぎに教えてやるぜ大人の厳しさを。全然押せねえや。どう、ああ、ああいうの決めたいよな。今作あんまフェード入んない気がするんだけど、気のせい、俺が打ってないだけかな。ちゃんと打てば入るのかな。これ入ったな。あ、入んなかった。
リバウンド無理だよ、もう6リバウンドだもん。なんて、なんて、おいアッキーだよ。おお、50点のためにはさ、結構いかなくちゃ。これ8分でやってるから。ちょっとまあでもこれチーターだもんな。メンバーヤマ、いくぞ。あーマジで若干遅いが、取んのかい。あと待ちた、もう一回かけてフェード D。 時間ねえや、行くしかない。これは絶対ブロックされる。もう分かってたよ。どっち？あーもう入っちゃうな。これはジョエンビかけてフェード、これぐらい。なんで入んねんだよ、全部若干遅いじゃねえかよ。チャージング終わったわ。あーラッキー、リバウンドは根こそぎ取ります。リバウンド要因として呼んでください僕。危ねえ。キャリアハイを更新しよう。そうだ、キャリアハイを全く真似るじゃなくて。すごいよな本当に。もうすごいしか出てこないよ大分は。どうぞ後ろから見てます。ドンピシャほらちょ、ウェンビー下がったんだけど。ちょ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 、いや下がんないでよ、さすがに。さすがに出て。50点はちょっと厳しいって。そうそうそう、ざっくり。ああいいね、ずっと出てくれよ。これ狙うはチャージング。あうまい、完全にやられました。ああいうの絶対落とさないんだもんな。マスクね。トドスのブラハム N1 じゃね。あー嘘、メートあったと思ったのに。チュッチュ入れ。メンビーの3練習したんだけどな。チュッチュ。でもずっと若干遅いって出てたから、もうちょっと早めに話そう。打ってみろよ。あ、くそいやごめん、なめ、ちょっとなめくさ。俺が一番好きなアニメ選手だったあいつは。打ちまーす。うえ、だってクリポともウェンビーのずっとピックでいいんじゃないかこれ。どうぞそのバス、ちょっとバニーさん似てるよね、ちょっとだけね。リバウンド、なんでもね、これ全部いけちゃうんだこれ。あ、これ入んねえ、メーター。あ、出てきちゃう。はっ、あー下弾かれた。シュートフェイクが過ぎる。チャージ見れるわ。大丈夫、いつでもウェンビー操作してるから俺。時間ないよ。あー入っちゃうわこれ、キスちゃん。おー入んなかった。あれウェンビーが出てこない。うまい。おーすごいウェンビーでそれやりたい。めっちゃイケメン。ウェンビーでそれやりたいんだけどな。完璧だったね。バランチュナスもバランス失ってたよ。N1 だ。これで出てきてくれるかな。ごめんザッコリ、一番好きなアニメ選手だったんだけど。結局これいい勝負するんだろうな。
全部これでいいんだ。これでこうだ。簡単。トト、スリー決めたいね。すごい、みんなで言ってる。ああ。いいよ。打っていいよ。くそ。ねえ。ええー。そこ俺じゃないんだ。あずぜ。ちょっと次ウェンビーのフロッピーだなこれ。あ、三本か。うわもったいねえ。リバウンドリバウンド危ね。はい、ウェンビーだよ。フロッピーね。なんでこれぐらい。ちょっと、え、まだ若干遅いだろ。もっと早く話すぞ。一本も入ってないよ、スリー。もうダブルダブルしちゃってるけど。手上げてるだけで多分大丈夫だと。ほら、ちょ、もう一回もう一回もう一回。危ない危ない。かけてよちゃんと。普通前かけるんだけどな。これぐらいだ。あ、やっと入ったよ。結構早めに話せばいけるなこれ。見かけによらず早めでした。あれ下がった？あ、いるわ。あ、終わった。レッドめちゃめちゃ入るよね、本当に。そんなところ止まらない。もらって。待って。あれ押してるんだけど。え、それ入んのかい。要は前半で25点取んなくちゃいけないんだよな。また下がっちゃったよ。ちょっと待ってよ。入んないし、さすがにリバウンド取れない。でも本当に、おお、ああ、ちょっと待って、チャージング。ちょっと待って、キスパーが7ポイント。ごめん、ざっくり。ちょっと待って、誰、行きます。うー、ファルナちゃん、おお、珍しく外した。当たられちゃう。上げなさい。上グリーン。ウェンビーいない方がうまく回る可能性あるだろうね。あー、でもリバウンド取れるから大丈夫。おべえよ。おい、あー、ウェンビーニャマ早く戻ってきて。あ、お前ボコかけなさい。富澤がこうだ。しょうがないこれは。おー、入ったよ。そうか、あのダブルチーム問題があんのか。ちょっとめんどくさいな、それだと。中でもらうと多分絶対外でもダブルチームになっちゃうかな。入るね。ベンビーのフロッピー無理だ。こうなっちゃうんだよね。入らないね、うちは。あれ、マッチアップ変わる。それ、あ、ずるい。結局いい勝負だ。油断してる。あ、くそ。シンプルに行こうか。シンプルに
全然かかってない。すごいパス。普通にいいとこ入りそう。入んないね。軽いプレッシャーなんだあれ。でかすぎて。アレックスさんもいくつでも身長2メートル40あるよねこれ。さすがないんじゃないそれ。はい、全部これでいったら、はい、やったやっちゃったよこれ。いつかやると思ったよこれ。幅が大きすぎて。チャンス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 。何やってんだよ焦っちゃった。崩壊してんじゃねえかお前。思わずタイムアウトだ。ポポ大激怒だよこれ。やっぱクリポとウェンビーのコンビじゃないと。早くしなよ。だってそれぞれいちいち行かなくていいんだよ。普通にいけるしよ。しスリーが決められない。難しいねなかなか。結構外いるもんねでもウェンビーってね。なんかいろいろと思うけどさ毎回俺。危ねー、スタンドが根こそぎ取れちゃう。それ何じゃんそれ。おじさんもこれでドリなんかダンクしてくんないんだけど。これ50点取れるだろ。そうなるわな。大丈夫。あー強い。何点今？ 23 点か。大丈夫だろ。ざっくり申し訳ねえな。クズマさん。100ブロックぐらいできそうだよ。一回に一台欲しいな、やっぱ NB はな。そっちかい。リバウンド。絶対20リバウンドいくと思うこれ。最強ファイヤーしちゃってるもん。取れるよ。こう入るんでしょ。危ねえ。よし逆転した前半素晴らしい。ウェンビーのおかげ。イケメン。はい、ここスタート。ウェンビーにかけてもらう。早速クロスオーバー遅い。WCも来ちゃうわ。時間なかったごめん。見てなかった全く。ちょうど25点だね。いけるだろ。まあ、でもあのキャリアハイだからね。しかも俺これ8分だぞお前。NBA で12分でしょ。入んのそれ。タイミング遅いって書いてあるけど。見かんねえよこのゲーム。今他の選手が空気になっちゃってるけどもうしょうがない。やっとダンクしてくれました。ありがとうございます。叫んでいく。やっぱクリポとの相性はいいね。夜の相性どうなんだ。すみませんお父さんお母さん。あ、そうかプレゼント企画あれ。あ、そうか別にこれこっちかか関係なくはないか。すっげえプレゼント企画やるか。インスタでやる今度は。もう1名様に当たったんですけどスイッチ第2弾。今更遅い。いいでしょ別に。今度インスタで何かやろ。ツイッターじゃなくて。これダブルチーム来ちゃうんだもん。いいね。マリソンバンズ、バリソンハンズ、俺が一番好きなリブ選手だから。これでしょ。取った。ハクソ。チーターやん。あー強い。だってもう20歳で今メーター9で。それやめてくんねこれ。これずるいんだよこれマジで。3秒いるでしょ絶対。絶対3秒いったよね今ね。みんなちょっと数えてお願い。みんなを信じてる俺。おれ気持ちいいよもう。どこにいるあいつ。
綺麗。ブロックされるんだよお前。あれ俺打たれそうとしてる。あ、バリソン・ハンズだ。たまには普通に打たなくちゃ。よし、まずタイムアウトだ。え、打つんそれ。入れそうだから。いけちゃうもんな。まだでも31点だ。先を投げ、つっても多分あっという間だこれ。ストーリーファイヤーしてるよ。いやー、おー出てきた。ローポストなんかやらなくて大丈夫。もういけちゃう、もうこれでいけちゃうんだから。どけ。全然ドリブルできないね。変わっちゃったよ。あ、これでいいんじゃない。 OK。 それアシストもしないとね。おい、グリ、あ、うまい。ただ甘い。なんで入るんだよ。ベンビローポストの指示が出たので、それに従いたいと思います。俺は何もやってません。3秒だよ。ダメだ、ローポでもらうとちょっとダブルチーム来ちゃって時が止まる。これでしょ、取れたでしょ今。一応僕さ、なあ入りすぎ。ベンビーで何とかしないと。あ、もうこれが最強だから。ベンビー、 N1 だ。うわー、格の違いを見つけていく。33点、チュッチュ。だけど早いなこいつ。いつからこんなでかくなったんだろうか。小学生の時とかどれぐらいだったんだろう、身長が。そんなの多分調べるすぐ出てくるんだろうけど。何やってんの。出た出た、そのファール。よく見る、 2K ユーザー今みんな言ってるよ。出た出たって。 2K ユーザーの気持ちを代弁していく。代弁でそういう意味じゃないからね、ちょっとあんまやめてください。テレビで見てる人ごめんなさい。お父さんお母さんちょっと、はい、すいません、気にしないでください。今俺37なんですよ。あ、いやこれね、ウェンビーローポストあんまりね、ダブルチーム来ちゃうから、ここでウェンビーにフェードでかけてもらいいの。全然来ないじゃんさ、ほら外からも来ちゃうわ。あ、なんか変な、もおかしかった。タイミング合わせられない、さすがに。あれば、いいよ。どういうパス。バグったね今。あー変な風になっちゃった。いやー入んないか。ああいうミドルとかもガンガン打つもんな。もっと打ってもいいかもね。ちょっとビビっちゃってるね。なんでだよ、勝たなきゃ。これで平気で負けるかな。あ、やば、下がっちゃう。あ、下がんないか。ファイヤーしてるから多分下がんないと思うんだよね。出てこい、動物の森。よし、これスクール。あ、ウェンビー3番だ。あ、さすがにザックルが出てきた。3番じゃねえ、4番だ。うわ。腕長っ。タイミングをつかめば結構打ちやすい。絶対外さないもん、フリーズ。取れるよ。どうするこれ、チャージング狙う。まあ、今のバスケだと打つよな。でも一昔前じゃめちゃめちゃ怒られるよね、あれ。なんてだばーなるっしょ。時代変わったんだよ。俺37だもん。俺の時代なんかもうレッグスルーじゃないけど怒られんだから。ビハインドパスと。恐ろしい世の中になって。
俺でもわかる、うん、バスケ知らない俺でもわかるよ。それをトラベリング、おい、そのブロックシーン映すなここで。なんか久々にライブ配信でもやれば、なんかなあ、やばい、下がっちゃった。ついに4番で出すか、なんで4番で出すんだ、ちょっともうあれいないんだけど。ちょっと待って待って、いや一回スタートモードすか。全く試合見てなかったけどよく頑張った。入るんでしょこれ。おっ、4番じゃね、おいポウポウポウ、誰蹴るぞか、多分フリースロー早いと見た、全然速くなかった危ね、意外と他の選手でも点取れてるよね、なんだかんだ0点ではないもんね。やっぱウェンビーにダブルチーム来た時に行けるからですね。ダブルチーム来ないでほしいんだけどさ、今何点、35点か、できれば早めにちょっと43点ぐらいいっとかないと、大事な数字だからさ、43点、え、外すのそれ、どうする、出てこい動物の森、あー3点差か、いや、ここはウェンビーのフェード、そうだな、来い、これは来ないんだよな俺。でもまあちょっと前作は入りすぎだったかなね、思わない、そう考えると絶対取れる、すごいディフェンスがおかしい、普通ブロックできる余裕がある。さすがないでしょ、入りそう、もういい、あ、時間ないわ、いやもう入んないマジで、おい下がってんじゃねえよ、すぐスタートに戻す、しょうがないこれは、外せ、今のが命取りになっちゃうんじゃないのか、早く戻ってきた兄貴、兄貴じゃねえけど二十歳なんて、積み立てニースとかやってないのかな、うまいやもん、テトの面白いよね、逆にやってる可能性あるよ、余裕があるからさ、もう投資しといてずっと、いやそうだよな、金持ち、お金持ってるやつこそやるか、でも何も分かってねえだろこいつ、あくそ、お前好き、お前好き投資して寝かしときゃいいんだもん、それだけでもう、もう今でも人生バラエルだけですよこいつ、強い、ただもうちょいスリーを決めたい、打っていいよ、打たない、はい、あくそ、何かっこつけてんねん、本当に俺一番好きなのかバラチュナス、こういうらでしょ気に飛んでるもんね、もう痛い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 、これぐらい、あ、ずれてる、これマジで入らねえな、結構早めに話してるけどね、後ろいるから、そりゃあんな簡単にブロックできちゃうよな、バラチャンス腕の長さ8倍ぐらい違うもんねこれ、こういいよ、手上げてるだけでいい、これはよし入りそうだな、他の選手入るんだよな、え、これ50点いくよね、30、あ、ちょっとやばいんじゃないこれ、大丈夫、残り5分30秒、意外とよし、それこんなリバウンド取れちゃう、マジでリバウンド、痛い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 、いけ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 、もういっちゃ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 いよし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 、いけちゃうかな、ヤニスとかもそうなんだけどさ、
これぐらいだ。あざっす。いけちゃうんだよ。取った。イズンブロック いけます。マジください。あー、それいかなきゃ絶対入っちゃう。これはオフェンの。止めようがないよね、もうね。あんなね、突進されたらヤニス現象が起こっちゃってるもん。41点。あ、外れたわ。これは入った。スタッツがおかしいことになってます。おい、はい、止まった。入っちゃうかな、これ。いや、いや、さあさあ、暴れん坊です。キャリアハイ更新するわ。もうつい先日、昨日、一昨日出してばっかの記録。さすがバリソン・ハンズ。リバウンド取れない。ああ、ラッキーだ、これは。ずるい。自分で出てて思うもん、ずるいって。マジでウェンビーのおかげ、これ。握力0点だ。申し訳ねえな。そうなっちゃうよ、それ。スリーを決めたいんだけど。邪魔なんだよ、お前。スリーは入らない。申し訳ない。8本ぐらい決めたんだっけ。ほれ、敵は入るな。いや、ちょっと待って、これまだ油断できんだよ、点差。いや、これウェンビーローポやめた方が危ない、危ない、危ない。マジで入らないね。8分の1とかじゃない。1本は入ったもんね。あ、引っかかってる。あ、やばい、あっぶねー。ウェンビー頼む、フロッピー、ウェンビー早くしてよ。ダメだ。他は入るんで、多分。あ、入んなかった。何点今、46点か。結構ギリギリじゃねえか。でも8分だから、これ。やられた。いや、ほんとこういうの入るの、ちょっとまずいな。かけなさい。これぐらい。よし。練習中はまんま入ってたんだけどね、俺スリー。本番だとダメか。よし。ウェグリー。ダブルチーム来ちゃう。ここで、はあ、ほら、他を入るんだよ。あ、すみません、くしゃみ出ちゃいました。待って、もう時間ないじゃん。これ今48点でしょ。ちょっとやばい。点灯なくちゃう。これ、キャリアハイ更新できなかったら俺、アンインストールしなくちゃいけないんだもん。早くしてよ。で、入るんだよ。これでもう、ウェンビーに渡せば。あ、まだ来ないか。危ねえ。50点。取れるよ。取れるだろ。取った。本当にすごい執念。取れんじゃね、本当。あれはなんで入るんだろうね。危ねえ。おい、キャリアハイ更新です。多分出てくるよ、これ上。出てこない。そのためのタイムアウトじゃないの、これ。キャリアハイ更新おめでとう。出てこないの。出てきませんでした。52点、21リバウンド、規格外、怪物、モンスター、千年に一度。え、取れんじゃね、これ。
いや、それ入んのかい。あ、やばい、ウェンビーに渡せないんじゃねこれ。大丈夫。あ、うまいクリポ。それはいけちゃうんだもん。3がちょっと悔しいなこれねえ。3入ってればもっと簡単にいってたよこれ。そうなんだよ、3本しかないんだよ。リバウンド、あ、諦めやがった。ダブルチーム来ちゃう。フリップ初得点決めねえのかい。ああ、入んなかった。よし、まあ、とりあえずキャリアハイ更新。よかったよかった。危なかったよ。一時はどうなることかと思いました。40本打ってます他のやつが結構スタッツいい。7分の1か3。いやー悔しい。タウマもゴーしちゃってるし、あっという間にキャリアハイ更新だよ。キャリアハイとか乗ってないのこれ。乗ってなかったっけ。あ、キャリアハイあんねん。50点ちゃんとなってるわまあ今日更新したんだけど、 2m24 点お前。はい、ってことで、3全然多分、あ、でもそんなことないね。だから向こうが打ってるな結構。はい、ということで、まあ結果は、ウェンビーの記録更新しました。なんかね、やってほしい企画あったら出たコメントでください。ということで、ありがとうございました。さよなら。